国鉄193系電車は日本国有鉄道が設計した直流専用の電気検測用試験電車である。信号、河川の検測を行う。雲屋193型に搭載した下枠交差型のパンタグラフは検査用である。車体塗装は青15号に、木5号の警戒体で、屋根はネズミ色、床下は黒で塗装されている。 車体側面の車両番号表記の真上に電気検測試験車の文字を配している。運転台側の連結機は相当式である。国鉄から紹介した検査用車両は車両の老朽化、搭載機器の陳腐化が進んでいたため、JR 本州3社では電気、軌道双方の検査を可能とする車両をそれぞれ申請し、これらの車両を置き換えている。 なお、雲屋193.192から1は2012年には、車席を有し、東京総合車両センター内に保留車として保管されていたが、2013年6月に解体された。雲屋193.192から12000年1月、八王子駅191軽電車を置き換える、目的で1980年3月11日に、近畿車両で申請され、片町、 東海道、山陽本線で公式主運転を行った後、品川電車区に配置された。その後、新潟地区と首都圏各線の検測に使用されるが、下記の新機軸の搭載により測定に、誤差の有無確認のため同型搭乗後、雲や191系も1年ほど検測に使用された。前頭部は区波183型船番台に、準じている。 運用の関係上特急列車のダイヤを使用する場合もあるため最高速度は時速 120km である。河川のトロリー線の測定が従来の可視光線からレーザーに変わったため昼間の検測が可能になった。雲屋192型には ATC 車上装置を装備している。その関係で前くらい台車は速度測定用として モーターなしの TR69i とされ、2両で6個のモーターを搭載し、端子電圧 500V で用いる独特の設計となっている。後くらいには洗面所を設置している。国鉄分割民営化後は、東日本旅客鉄道に承継され、首都圏の路線で E491 系が登場する2003年頃まで使用した。その後、 2013年6月10日付で除籍され、消滅した。1966年に、日立製作所で申請された、高直流用電気検測試験車、クモヤ495系を、1987年に改造したもので、例ダイとの共通点は直流専用の電気検測車という点のみであり、全く異なるものである。非貫通。 高運転台構造で全面窓にはパノラミックウィンドウを採用。国鉄分割民営化後は東海旅客鉄道に紹介され中京圏の路線で使用した。改造時は495系当時の都色職のままであったが、後に青15号に木5号の警戒隊となった。代替車である木九95系の登場により、1998年1月10日に廃車となった。 ありがとうございます。